配置整えないビルドアップは押し付け合いみたいな。そうっすね。もう思いっきり昨日のブラジル戦そうだかね。それでも繋いでたから最終的には、何？相手の陣地でプレーできた。相手が今日で下がっただけですからね。リシャルリソンとか守備しなくなってね。超のんきだなって、のんきジャパン変わってないんですよ、だから。で、それが中山とかには伝わっちゃってるというか、ちゃんとブラジルに勝とうとした田中は世界との差は感じたって言ってて、守っててワンチャンあればいいなと思ってた中山とかは、ね、世界と差は感じなかったって言って、感じてくださいってもうみんなにツイッターのコメントなんて言われてたけど、ハードル設定がおかしなことになってんだよね。森保もめっちゃ満足してそんな笑顔だったしね。後ろで爆弾回してみたいな。ね。で、結局そこでね、ちゃんと崩せる、ビジョンなんかを共有できてないっていうか、そういう形は用意してないから、まあ、ね、無理して持って、縦パスつけて吉田麻也が失うみたいな。でもあれ結局本大会になったらボンボン蹴りますからね。危ないから。親善試合だからあれトライできただけで。でもそんな戦い方やってたって意味ないんですよ。本番で使えない戦い方ですからね。貫いた自分束の間のキング。